カオルミドはいということで、はい、駅からね地上に上がってくるまでの階段ってめっちゃ疲れた。あ、韓国の全部の階段にマジでエスカレーターつけてほしいということでですね、私今ここシンチョンに来ておるんですけれども、どこの時代の人だよ。シンチョンにね来ているんですけれども、今回はね久しぶりに超激安シリーズ、はい、やっていきたいと思います。今回のメニューね、今までで多分歴代激安メニューではないかと思います。まあ、ここシンチョンですね、以前はまあちょっとなんて言うんだろう、まあ、おしゃれな街とかそういう感じではなかったんですけれども、まあここ3、4年ぐらいかけて、まあ、洋服屋さんだったりとか化粧品屋さんとかもねいろいろ集まったりとかするので、まあ、シンチョンに買い物来る人もね多いと思いますし、あとね留学生とかもねよくシンチョンに来たりとかすると思うので、お役立ち情報なんではないかと思います。それではね、シンチョン駅の3番出口から出て向かっていきたいと思います。それではゴー。はい、じゃあここシンチョン駅3番出口になります。シンチョン駅3番出口から出ましたら、前にねこうなんか下っていく道があるので、こっちをはいまっすぐ行きます。じゃあこんな感じで歩いてくると前にね、この右側、ごめん左側に、モニュメントがあるんですけど、この斜め前に右斜めに入る道があるので、これをね入っていきます。そうするとどこだ、はい、でまっすぐ前にカエビタンのお店があるんですけど、このカエビタンのお店の、あ、ここだ、この間の道を行くんだ。はい、ここになります。じゃーん、オーシャントンカッス、はい、今日ここになります。見て、はい、300円です。はい、ということで今入ってきたんですけれども、ここのお店が11時オープンで夜8時まででブレイクタイムが夕方4時半から5時までの30分なんですけど、11時8分ぐらいに入ってきたんですよ。なんかオープンして8分ぐらいなんですけど、あの2テーブル抜かして全部満席です。お客さん層的には学生さんと、それから会社員さん、そして子供たちがねいます。まあ300円でお腹いっぱいになれるから、私がお母さんでめちゃめちゃ忙しかったら600円持たしてご飯食べてこいっていいわ。3000ウォン、約300円ですよ。私はもういろいろブログを見たからどんな感じで出てくるか分かるんですけど、どっからどう見てもこれはね絶対300円じゃないクオリティです。ここのお店がもう知る人ぞ知るコスパ最強店ということで、まあ、新町の中では、まあ、結構有名らしいんですけど、てかなんか今言ってて思ったけど、知る人ぞ知るって言いながらなんか有名店で意味わかんないんだけどとりあえずねかなり期待して待っててもらっても、はい、絶対に失望させないと思います。ということで、じゃあ私のねカツ待ってみたいと思います。じゃん、はい、どうこれやばくない、300円だよ。とんかつ、野菜、味噌汁、ご飯、そしてごま、たくあんがついて300円だよ。意味わかんなくない。お肉もこの薄っぺらい感じじゃなくて、見てこのしっかりしたお肉、300円だよ。やばくない。しかもちゃんとこのディスプレイっていうか、なんて言ったらいいの、この並べ方もうなんかしっかりしてて、もう最高だよ。300円だよ。そして、運ばれてきたと同時にソースとねドレッシングをくれます。はい、じゃあこれで飲み物のまで入れて400円です。4000ウォン、最高。じゃあ食べてみたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。これが300円の意味が分からん。ここもすり潰していきます。昔から私これがめちゃめちゃ好きなんだけど、楽しくない？普通のとんかつなら私もこんなにごまがついてる超本格的なので、300円ってマジでやばくない？とんかつソースを、それではいただきます。いただきます。
久しぶりの日本食でなんかめっちゃバクバク食べちゃって全然食レポしなかったんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。お肉も全然こうなんていうか噛み切れない感ないし、衣がねなんつったってもうザクザクですよ。注文してから揚げるんですよ。だから注文してから約10分ぐらいの時間は必要とは書いてあるんですけど、300円でもう本当に何回も言って申し訳ないんですけど、300円で揚げたてのとんかつですよ。日本でもねこの値段で食べるとこそんなにないと思う。私は知らない私日本の料理屋さんあんまり知らないけど、前日本のとんかつと韓国のとんかつの違いって話したことあると思うんですけど、ここはもうとんかつです。日本のこんな感じで厚いやつ、叩いて伸ばしてないやつです。でソースもあのケチャップとかこう混ぜたやつじゃなくてとんかつソースなので、本当にあの私超久々に日本のとんかつ食べてる。でここメニューには書いてないんですけど、コッペギって言ってあの大盛りバージョンがあるんですよ。で大盛りになるととんかつが2枚になって、プラスご飯も2倍になって、お金はそこの2倍だから600円、600円でもう約2人前食べられるみたいな感じです。隣の席の女の子とかは2人で来てて、1つを普通のサイズにして、もう1つをこう大盛りにして、とんかつ3枚を一緒に食べてる感じ。今11時42分なんですけど、めちゃめちゃこう人が出入りしてるのもあるけど、テーブルがねあのもう今満席になったんですけど、満席になるとあの1人で来てる人は相席になる可能性があるらしいです。私も1人だから早く食べて、はい、相席になったら取れないから。とんかつの日本っぽいやつの感動だけど、天ちゃんつけじゃない、天ちゃんくっじゃない、お寿司の味に久しぶりに感動してる。はい、ということでこちらがね、最初に私がお店に入る前にモザイクかけたのがこれなんですけど、大体韓国ってこうやって出てるやつとちょっと違うというか、ちょっと量が少ないというか、あれみたいなやつが結構あるんですけど、もうこれ見てこのまんま出てきたっしょ。超ヤバくない？大満足ですね、大満足。はい、ということでごちそうさまでした。なんかオープニングと全然元気が違うでしょ。お腹いっぱいだからさ、あのすごいこうエネルギーがすごい。ということでね、どうだったですか？どうだったですかってちょっと日本語おかしいけど、ヤバくない？私もぶっちゃけ今行って、まあブログとかで写真は見てたけど、すごい大満足ってか、なんか私全然日本帰れてないじゃないですか、まあ、このコロちゃんのせいで。だから久しぶりになんかこうしっかりとした日本食っぽいもの食べたんですけど、大満足で、なんか大体こういうなんか安いところってか、こうバンバンお客さん回すところって店員さんがちょっと不愛想なところが多いんですけど、あのおばちゃんめちゃめちゃいい感じだし、はい、もう大満足。私多分とんかつ食べたくなったりとか、なんか日本式の味噌汁飲みたくなったらここ来るわ。マジで300円だよ、飲み物入れて400円、ワンコイン以下だからね。なんかもはやマックとかよりも全然安い。ということで、まあね、実はここの通りがですね、はい、なんか激安通りみたいな感じでめちゃめちゃ安いものがダダダって並んでるんですよ。まあそれもね、後々はい、あの動画上げていくんですけれども、動画の順番決まってないんで、まあもしかしたらこれが次あの第2弾とかになるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、あのいや噂になるだけあるわって感じ。美味しくて安いし、ボリューム、もうほんとコスパって感じですね。コスパっていう言葉はこの
とんかつのお店のためにあるみたいな感じですね。でちょっと場所が分かりづらいんですけれども、まあ、私のあの地図見ていただければ、はい、分かりやすかったかなと思います。てかめちゃめちゃごめんね、うるさくて。もうすごいすごい良かった、すごい気分がいいです。まあ旅行に来てくるってなるとまたちょっと違うかなかもしれないけど、留学生だったりとかね、韓国に長く滞在する方にはかなりいい情報だし、まあ来ないにしても韓国こんなお店があるんだよみたいなね、はい、情報提供になったのではないでしょうかと思います。とりあえずね、私は大満足で、まあ、かなりお気に入りです。ここはリピありです。ということで今回は久しぶりの激安シリーズ、超激安とんかつの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。